打線の中でも牧原は1番で開幕から行くのも初めてなわけですよ。その中でもヒットが出ない時にやっぱりああいうセーフティーの内野安打を取っていけるというね、彼のやっぱり起点の引き方と能力の出し方というのはやっぱりその1番に適するための彼がやっぱりその能力をちゃんと出していけるというあたりがありえますし、それによってやっぱり球数を相手ピッチャーに投げさせていく、そこをやっぱり相手が嫌がるということをしていってますんでね。そうですね。ヒーローインタビューです。投打のヒーローが呼ばれます。放送席そしてホークスファンの皆様、お待たせしました。ヒーローインタビューです。2試合連続の逆転ホームラン、柳田悠岐選手です。2試合続けて素晴らしいホームランはいずれも初球でした。振り返ってください。良かったです。はい、今日もビハインドの場面からの逆転ホームランですけども、柳田さんにとってはあの打席、どんな思いで打席に入りましたか？いやもうとにかく、打てると思った球を勝ち上げようと思ってました。はい。そしてそのホームランが高橋嶺投手のプロ初勝利を導きました。よかったんじゃないですか。はい。打つだけではなくて守りでも素晴らしいチームを助けるファインプレーもありました。あの場面を振り返ってください。やはりほんまプロ一でしたね。あんまり言いたくないですけど、村松コーチのおかげかなと思います。さあこれで開幕は3連勝となりました。やりました。しかも相手が宿敵ライオンズの3連勝というのはやっぱりチームにとっても大きな3連勝になりましたね。いや本当大きいと思いますし、はい、守ってて怖かったです。はい。さあまた明後日からは遠征出ますが、満員のファンの皆さん、そしてラジオテレビでお聞きのファンの皆さんにメッセージお願いします。いや本当熱い声援でのおかげで、3連勝できました。ありがとうございます。素晴らしい逆転の2試合連続でのホームラン、柳田悠岐選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあそれでは続きまして、プロ2年目嬉しいプロ入り初勝利、高橋嶺投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まず今の気持ちから聞かせてください。去年4イニングでマウンドを降りて、お立ち台に立ってちょっと恥ずかしかったんで、今回初勝利しっかり上げてもう一度お立ち台に立ってよかったと思います。素晴らしい内容だったと思います。今日自分のピッチング振り返っていかがですか？緩急を使ったピッチングうまくできましたし、ランナーが出ても慌てずに自分のピッチングができて本当に良かったと思います。柳田選手の逆転のホームランはおそらくベンチだったと思いますが、どんな風に見てましたか？ここでリーダーさんがホームラン打ってくれたら本当に勝ち投手になれるんじゃないかと思って願って見てたら急にいきなり決めてくれたんで本当にかっこいいなと思いました。そして追加点もありました。最後森投手がしっかりと抑えて初勝利の瞬間をベンチで迎えた、あの時はいかがでした？やっぱりピッチャーリーダーの森さんに締めてもらったっていうのはすごく大きなことなので、これからもこの経験を生かしてしっかり投げたいと思います。高橋さんにとってはこの開幕3戦目初めてのマウンドということにもなりましたが、そのあたりいかがですか？そうですね、今回は2連勝している中で流れが良くて自分もその流れでピッチングができたのですが、チームが苦しい状況でも自分のピッチングができるようにこれから頑張ると思います。では改めてチームの開幕3連勝を導きました、今後の抱負も聞かせてください。自分らしいピッチングをして、一つ一つアウトを積み重ねて、
勝ち星が積み重なっていければいいと思います。これからもよろしくお願いします。見事にプロ初勝利を挙げました高橋明投手でした。本当におめでとうございました。ありがとうございました。という今日は投打のヒーローの会がね、はい、お立ち台に残った。いやー、まあ、一つ気になったのは、はい、ピーターがってなんか言いそうになった時に終わっちゃったんで、はい、何を言おうとしたのかなっていうのはもう気になってしょうがないっていうこと、はい、それと、はい、高橋礼の場合は、変幻自在のピッチングをしてるんですが、はい、相手をこう惑わすような感じなんですが、このヒーローインタビューでは自分の心の中の心情を吐露してるというか、確かにもうそれを吐き出してるのが、やっぱりあの素晴らしいなっていうか、非常に好感が持てる。本当そうですよね。はい、ここで打ってくれたら勝ち投手になれるって思っ、なかなか言わないですよ。いや、そうですね。もうこれをね、心の声を出した時に、ね、やっぱりギータと一緒にお立ち台に上がって、はい、ホームランを打ってくれたっていうのがね、やっぱりその通りになったっていう ね素晴らしいですよ。そしてそう思った瞬間にホームランを打ってくれて、かっこいいと思ったというね、その瞬間にファンになってますよね。本当そうですよね。はい、そしてあの守備の方で言いますと、はい、あの柳田選手の金子選手が打ったあの左中間の打球ね、プロ1という表現を本にしてましたけど、素晴らしい。いや、でも本当にね、ギリギリのプレーですよ。あそこを飛び込まずに流れて走って取っていく、いや本当そう、やっぱそこが美しいですよ ね。なんか一瞬イチローと被りました。あ、なるほどね。はい、本当だったテーマで一直線でした。はい、はい、どうぞ。失礼しました。ライオンズ辻監督のコメントが取れましたのでお伝えいたします。ライオンズ3連敗スタートとなりましたが、まあ全員にヒットが出たし、さあやりますよという、はい、ことで始まったんですが、まず高橋光成投手に関してはよく粘っていたし良かったと、柳田選手のホームランを打たれたところは